イゴリ・ストラビンスキーが1966年に作曲した宗教曲。歌詞はレクイエムからの抜粋による。歌曲、フクロウと猫と共に、ストラビンスキーの作った最後の曲である。作曲から5年後、ストラビンスキー本人の埋葬の日にも演奏された。レクイエム・カンティ・クルズは英語でレクイエム小歌集を意味する。最初は、 シンフォニアだレクイエムと呼ばれており、歌詞のない還元楽曲を作ろうとしていたのかもしれない。しかし曲を移植したスタンリー・シーガーはあくまで本物のレクイエムを要求した。ストラビンスキー自身はベンジャミン・ブリテンに同名の作品があるために変えたと言っている。ストラビンスキーの他の曲と異なり、この曲では二つの音列が用いられている。トレに、で、 初めて全曲を12音技法で作曲した後、ストラビンスキーは、エルンツとクルシェネクの影響を受け、それまでとは異なる方向に進んだ。それは12の音からなる音列を、前後6音ずつに分け、回転させることによって6種類の音列を生成し、その組み合わせによって、音楽を作る方法である。この技法ではもはや12の半音が平等に扱われる、ことはなくなり、 ある種の曲性を持った音楽が作られる。ヘレン・ブキャナン・シーガーという収集家の女性は没した時に財産をプリンストン大学に寄贈した。ヘレンの息子で音楽愛好家のスタンリー・シーガーは資金の一部を使って母親の強くを目的とするレクイエムをストラビンスキーに移植した。1965年7月半ばから本格的な作曲を始め、 途中様々な用事で妨げられながらも、翌年8月13日に完成した。ロバート・クラフトによると、曲のスケッチには作曲中に死亡した友人たちの訃報が貼り付けられていた。友人とは、エドガー・バレーズ、アルベルト・ジャコメッティ、イーブリン王である。プリンストン大学では1967年6月に85歳の誕生日を迎えるストラビンスキーのための、 記念演奏会を予定しており、そこで初演される予定だったが、曲を完成させたストラビンスキーは、プリンストン大学に対して初演日を早めることを提案し、1966年のうちに初演されることになった。1966年10月8日に、プリンストン大学のマッカーター劇場で、ロバート・クラフトの指揮によって初演された。 プログラムには最後に拍手をしないように注意が記されていたが、初演に来ていたロバート・オッペンハイマーが音楽界の初めに立って拍手するように促した。マーティン・ルー・サー・キング・ジュニア追悼のため、1968年5月2日に、ジョージ・バランシンとニューヨーク式バレエ団によって、バレエとして公演された。最後の、リベラミーは、ソプラノ・アルト・テノール・バスの予営賞で歌われるが、 合唱がソリストとして参加する。ストラビンスキーはビブラフォンを好きでない楽器として挙げているが、この曲では金の音の模倣に使用し、不思議な効果を上げている。演奏時間は約15分。気楽による前奏曲、感奏曲、構想曲と6つの声楽曲からなる。歌詞は最初がイントロイトスの抜粋、最後がレスポンソリウム、他の4曲は、 セクエンツ屋の抜粋である。前奏曲エクサウディディエスイレチューバミルム、間奏曲レックストリミンデラクリモサリベラミー、構想曲前奏曲は弦楽により、ソロ楽器の数が1235と増加していく。エクサウディはハープに導かれた静かな合唱曲。ディエスイレではトレニと同様に歌われる部分と語られる部分が存在する。 チューバミルムは金管楽器のファンファーレに導かれたバスの独唱で歌われる。感想曲は感楽器とティンパニによる。中間に長めのフルート四重奏がある。レックス・トレメンデーは合唱曲でトランペットの音符の間隔がだんだん短くなっていく。ラクリモサはコントラルト独唱による。リベラミーはヨエショーが歌い、合唱はその背後で語る。構奏曲は 結婚の終末を思わせる鐘の音であり、一つ一つ異なる神秘的な和音が30回以上にわたって奏でられる。ありがとうございます。